第2回健康教室。今回のテーマは睡眠。こんにちは。お、今井さん、こんにちは。前回の健康教室の茶番でたくさんの方をうわ、きつとドン引きさせてしまいました。でも内容は良かったんですよ。なので皆さん、ぜひあの動画は音を消してお好きな音楽でも流しながらお楽しみください。まだご覧になっていないチャレンジャーの方はぜひ一度ご覧になって、俺は病耐えられたぜとコメント欄で教えてくださいね。では気を取り直して就労移行支援員でありながら医学博士という異色の経歴を持つ、なんとか水の博士でしたっけ。その説はご迷惑をおかけしてほんますいませんでした。気にしないでください。試行錯誤 OK ですよ。だって経歴自体は本当ですもんね。そうなんです。変な設定のせいでその信憑性すら怪しくなり。大丈夫です、大丈夫です。そこまでにはなってないですよ。で、2回目の今回は、はい、いい生活習慣を実現するためのその1として睡眠をテーマにしました。ここからはスライドをご覧いただきながらお話を進めていきます。よろしくお願いします。では快眠の進めということで、大事なポイントを3つご紹介します。1、朝日を浴びる。2、お昼寝。3、夕方寝ない。この3つです。詳しく お伝えしていきます。まず1、朝日を浴びるです。朝起きたらまず窓際へ行きましょう。ベストは外なんですが、もしお庭やベランダがある方は外に出てください。朝のルーティーン、できるものは窓際の1メートル以内でやることをお勧めします。新聞やネットニュース、テレビなどを見たりならできますよね。10分ぐらいで OK と言われています。もし外に出られるなら1分でも十分だと言われています。この強い光というのが体内時計の調節に最も重要なんです。体内時計がずれていると朝早起きできないとか夜早寝できないとか大変なことになるので、朝の光で調節するんです。次にこのお昼寝ということなんですが、お昼の過ぎの時間帯というのは眠くなりやすいっていうのがもうこの覚醒睡眠のサイクルからも言われてはいるんですが、特に、十分な睡眠が取れていれば眠気が起きないとも言われています。ですので午後の眠気は寝不足のサインと考えてください。ですからそういった方はお昼休みに眠るか目をつぶるだけでもいいんです。それによって午後の眠気が解消されます。わずか1分でも効果があると言われていますが、理想的には5分以上、もし眠れるなら15分から20分というのがベストです。ただし30分以上寝てしまうのはダメです。こうなると逆に寝起きがぼーっとしてしまって、午後にも影響が出てしまいますし、夜の睡眠にまで影響があると言われています。次にいわゆるアフターファイブ、5時以降、本来体温が最も高くて最も活動的な時間なんですね。この時には実は体を動かせば動かすほど熟睡できるんですが、ここで寝てしまうと夜の眠りが浅くなってしまって、眠りが浅くなるから次の日もぼーっとしたり、でまたこの帰りの時間にまた眠くなったりという悪循環を起こしてしまいます。続いて、筋体安定のコツをご紹介します。早寝早起きしたいのにできないという方はこの早寝早起きを逆に読んでください。寝やは、起おやはじゃなくて、早起き早寝です。夜更かし朝寝坊を治すためにはまずとにかく早起きに徹するということです。なぜなら、夜更かしの生活習慣が続いている方がいきなり2時間とか1時間とか早く寝ようと思っても眠れないんです。逆に言うとこのいつも寝てる1時間2時間前というのが一番眠れない時間帯なんです。ここでもし寝室とかに入ってベッドの中で寝ようと頑張れば頑張るほどここは眠れない場所だと思ってしまうことになるので、
寝室を眠れない場所にしないためにも、ちゃんと眠くなってからだけベッドに入るということを気をつけてください。他に筋体安定のコツとして、ついやってしまいがちですが、お休みの日早起きしなくていいということで、週末寝坊をしてしまいますが、それを避けるということです。その代わりに、そのまとめて寝だめはできない代わりに、毎晩15分だけでもいいから早く寝ると、毎日ちょっとずつコツコツ睡眠時間を稼ぐ方が体のリズムにはいいということです。これダメですね。でまた、これはちょっと衝撃の事実なんですが、遺伝的体質的に夜型の方というのがいるんです。朝が苦手でずっと困ってきた方はもしかしたらそうかもしれません。だらしないとかいろいろ言われてきたかもしれませんが、あなたの体を借りればどんな人でも眠れないと、起きれないと、そういうことなんです。でそういう方は特に光に対して敏感だと言われていますので、例えば季節とか天気の影響を受けやすいとかいうことがあるんです。でそんな心当たりがある方は、先ほど言いましたような朝の光をちゃんと浴びるだけでは十分ではなくって、この夜の光をできるだけ浴びないということが大事なんです。ですので、部屋を暗くしてみるとか、スマホの明るさを抑える、最近ですとダークモードみたいな、背景真っ黒みたいなモードもありますので、そういうものをいろいろ使って夜できるだけ光を浴びないように気をつけることで、体の時計を調節しやすくなると言われています。最後に、この睡眠不足の真実として、詳しい研究の結果証明した事実ですが、眠れない眠れないとおっしゃっている方たち、実は思ったよりも眠れているということが報告されています。でも体は眠れないと思ったら睡眠不足の症状を出してしまうんです。どうしてこんなことが分かったかというと、脳波を調べるとですね、実際に脳が眠っているかどうかというのは正確に分かるんですが、でもこれぐらい眠るのに時間がかかったとか、一回寝てからもう一回起きるのにこんなに時間がかかったと思うっていうことと、実際脳波の起きている眠れているっていうのは違っていて、実際よりも脳のレベルでは眠れていたっていうことなんですね。だけど体は睡眠不足の症状を出してしまって、睡眠不足の特有の、いろんな、もちろん普段ぼーっとしてしまうっていうこともそうですし、事故が起こしやすくなったり、生活習慣病のリスクが上がってしまったりということ、つまり心が体の不調をさらに悪化させてしまうということなんです。だからこの心と体のつながりはとっても大事だということを心がけて、普段からできるだけいい気持ちで生活することで体にもいい効果が現れるということなんです。気をつけてみてください。最後に、今回の動画で参考にさせていただいた先生方というのをお二方ご紹介します。まずはこの菅原洋平先生です。作業療法士で株式会社の代表でもありますが、彼は都内のクリニックで睡眠外来を担当しておりまして、企業向けにも従業員の睡眠指導とか研修によって生産性向上とか事故の防止にも貢献されています。たくさんの本を出されていて、シリーズ累計40万部以上と。で、彼は本当に現場で実際に、脳の障害などで苦しまれている方の脳のリハビリの時に特に睡眠というのが効果があったということで、そこからもう実際に困っている方を救う方法を本で紹介してくださっています。でもう一方は、三島和夫先生、もうこの睡眠学研究の第一人者の方で、もうそうそうたる、経歴、そして肩書きをお持ちの方ですが、現在はナショナルジオグラフィックで、睡眠の都市伝説を切るということで非常に面白い連載をされているので、ぜひ皆さんも一度ご覧いただければと思います。最後に、今回の内容についてご質問ご指摘などございましたら、ぜひコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今後も障害×仕事を中心に配信してまいります。チャンネル登録よろしくお願いします。